筋トレする前にコーヒーを飲むといいとネットで見かけました。本当でしょうか？帰宅後はプロテインを飲んで就寝です。微妙。わどうも、片中学人です。皆さんコーヒーとか飲みますか？僕結構コーヒー好きで、1日にペットボトルで2本は必ず飲むかなっていう感じなんですけど、でコーヒーが人気な理由は、飲んだ後のスッキリ感、目が覚める感じ、これはコーヒーに含まれるカフェインが関係しています。運動前に飲むとパフォーマンスが上がるんじゃないかとも言われています。で、今回こんなコメントいただきまして、筋トレする前にコーヒーを飲むといいとネットで見かけました。本当でしょうか？帰宅後はプロテインを飲んで就寝です。結論から言うと、微妙って感じですね。強くはお勧めできないです。確かに運動前にカフェインを取るとパフォーマンスの向上に効果がありますとした研究はあるんですけど、筋トレに関しては結構意見が割れてるんですよね。絶対に効果がありますっていうよりは、効果があるかもしれないみたいなちょっと弱気な感じです。どちらかというとカフェインは短期間でバッて力を入れるような瞬発的なスポーツじゃなくて、まあ、サッカーとかある程度運動時間が長いスポーツの集中力の維持には効果がありそうって感じですね。なので持久系のスポーツが運動前に飲むのは全然ありだと思うんですけど、筋トレ前に飲むかどうかは正直好みの範囲というか、飲んでもいいし、飲まなくてもいいし。で、下里さんのコメントを見ると、仕事終わりが10時でそこからトレーニングを始めるということだったんですが、そうなると就寝時間にカフェインを取る時間が近すぎるんですよね。睡眠の質を落としてしまう可能性があるので、質問者さんのライフスタイルであればカフェインはむしろ取らない方がいいとは思います。まあ、これは筋トレに限った話じゃないですけど、長期的にストレスなく続けることがすごい大切なので、それには質の高い睡眠って結構大事なんですよ。カフェインが筋トレのパフォーマンスを向上する可能性がなくはないっていうのは事実ですけど、トレーニングの時間が遅い時間の方は睡眠を優先して、コーヒーとかあとエナジードリンクとかカフェインを含む飲料はなるべく飲まないようにしましょう。